はい、警察見守りしてます。はい。なんかね、前もね、玄関に投げられたのね。その時、そこのおばあちゃんが見ててくれて、なんか、熊谷ナンバーの車でね、黒い服着た細い人だって言ってました。黒い、上下黒でね、熊谷ナンバーの車で、ちょこちょこっと入ってって、車横に止めといて、ちょこちょこって出てきて、パック持って向こう行ったって言ってましたよ。だからおばあちゃんが、番号見とけばよかったんだけど、私も遠くで見られなかったってね。すぐ、そこのおばあちゃん一人なんだけど、よく見て、つまんないから外見てくれてるんですよね。うん。だから、そういう人はね、ありがたいですよね。もしこう見てね。うん。ほんで、警察がね、裏の隅は裏の奥さんに聞きましたね。なんか怪しい人は昼間見なかったですかってね、うん。あれね、昼間だと思います。私おかしいなと思ったんですよ。私すごいね、神経質なんですよ。ほんでね、なんか話し声するんですよ。ここの、裏のここのとこで。あれ、おかしいな。うちガス屋さんここ通る、ガスボンベと思って通るけど、あれ、ここお勝手にいたんです。そしたらね、あれガスボンベの、ガス屋さんかなと思った。ほいたらこっちまで来なかったのね。で、話し声したんですよ。ほいでね、いつもね、お風呂のガラスこう開けるのにね、いい日はね、ちょっとこっち行こうにね、あ、そうなの、0時になった、なったよって、あ、ありがとうございます、0時になったね、じゃあ、そろそろね、あれですよね、買えますかんね。はいはい、ありがとね、きょんちゃん。